監督がその音楽ビデオをこうちゃんと大掛かりにドンと作るのが初めてっていうことだったので、なんかで我々もそのバンドの初めてのミュージックビデオっていう、だからあのなんかこう初めてでやっときたいことはありますかねっていうようなことを話したんですよね。で一回はやってみたいことシリーズみたいなことになって話が、で多分監督が爆破って言ったんですね。爆破したい。で僕はあのワンショットでその長回しっていうのをやってみたいって言って、で曲の最初から最後までもう全部ワンカットでいくっていうのをやりたいって言って、あじゃあワンカットの爆破でいいんじゃないのって割とこう安易に決まっちゃいましたけどね。あの火薬をセットするのに半日かかるんですよ。だからあのチャンスが1回なんですね。時間的にもそうですし、まあ予算的にもね、全部で多分20発ぐらい、あの小さいのと大きいの含め20発ぐらいセットしてるんですけど、で人生における初爆破されが本番中なわけですよ。だからそれがやっぱり一番あの問題ですよね。そのねビビってしまうともうこれ使われちゃうので、なるべくこうビビってないふりをしつつ、あのドーンってなってビビってないふりをしつつ頭真っ白なんで歌詞が飛んじゃうんですよ。するとリップシンクできないっていう、でそういうのは大体下向いてごまかしてますそう、もう今どこやっけ、音も聞こえなくなっちゃうんですよあれで、ドーンで。そう、それがなかなか緊張感ありましたね。